ただいまより End User Computing Evolution と題しまして Amazon Web Services General Manager Amazon Workspaces Nathan Thomas よりご講演いただきます。 Mr. Thomas, the floor is yours. Thank you. 皆様こんにちは。私ネイソン・トーマスと申します。 Amazon Workspace の General Manager を務めております。本日お越しいただきましてありがとうございます。本日皆様の前で End Userコンピューティングクラウドの話をさせていただくことをワクワクしております。まず最初に私の背景から申し上げたいと思います。私自身が誰であるかという証拠です。ワークスペース Amazon ウェブサービスでもうだいたい8年くらい働いております。2009年に始めました。いろんなエキサイティングなことをしてまいりました。 Amazon ワークスペースのローンチもそうです。そして Amazon Linux をローンチしました。他にもいろんな EC2 の仕事をしてまいりました。 EC2 フリートのマネジメント、あるいは EC2 セキュリティの運営などをやってまいりました。非常に大きなひげを持ってましたけれども、今ひげ生えてません。本日お話しするテーマは、私どもがエンドユーザーコンピューティングにおいて見ている課題であります、デスクトップコンピューティングというふうに考えてください。エンドユーザーがデスクトップアプリケーションとやり取りをする上での課題です。エンドユーザーコンピューティングがいかにクラウドで進化しているか、そして何が違い、どういったオプションケーパビリティがクラウドの領域にエンドユーザーコンピューティングにおいてあるか、そしてまた AWS がどのようにエンドユーザーコンピューティングに革命を起こそうとしているのか、特に Amazon ワークスペースを使って進化をどうやって支えているのかという話をします。多くの人が IT を始めた頃、コンピューターというのはもっと理解しやすいシンプルなものでした。コンピューターとサーバールームで、あるいはデスクトップでやり取りしているとき、明白にデバイスとやり取りしている、つまりデータがあっていろんなアプリケーションがある、そして CPU、RAM、メモリ、デスクなど自分の目の前にあったわけです。物理的なデバイスとやり取りをしていたわけです。そこが全てそこで起きているという、見れば一目瞭然というものでした。サーバールームに行けば全てのアプリケーションがそこで動いている、全てのデータがあるということが分かりました。現在全く違う市場となりました。 IT を取り巻く環境は劇的に変化しました。アプリケーションはいろんな拠点で動いています。アプリケーションに接続しているとき、SaaS アプリケーション、クラウドのアプリケーション、もしくはローカルにデバイスで、自分が持っているデバイスで動いている。もしくは遠隔地 VDI のインプリメンテーションとしてアウトプットをストリーミングするということもあります。ずっと複雑化しているわけです。データにアクセスし、アプリケーションにどこからいつでもアクセスできます。これまでと以前慣れ親しんでいる方法とは全く違うアクセス方法です。同様にその変化はかなり大きな違いをビジネスの機能において生み出しております。それは大変パワフルです。大きな革命的変化の違い、つまりコンピューターがクラウドによってどのように使われているかということも変化しています。働き方改革も生まれました。つまりモバイルワーカーへのシフト、そして自宅で働き、そしてまたその通勤中に働く社員、そしてまたエンドユーザーがデータにアプリケーションにおいてどこにいてもアクセスできるような環境に変化しています。また組織自体も変化しています。会社が変化しているということです。より多くのエンドユーザーにアクセスをする権限を与え、アプリケーションにアクセスを与え、生産性を高めています。つまりより多くのコンサルタントを活用し、あるいは契約社員を利用し活用し、例えばギガエコノミー、つまり人々が仕事を会社の中で契約社員として働くことができます。そしてアプリケーションにアクセスし、必要な生産性を立てるためにたとえ短期間でもデータにアクセスできるようになりました。同時にその素晴らしいパワー、そしてアクセスによってエンドユーザーがアプリケーションデータにアクセスできるようになる一方で、大きなセキュリティのリスクも伴うことになっています。全く新しい脅威のベクターが、攻撃者、そして悪意あるエージェントによってデータアプリケーションにアクセスしようとする動きがあります。ネットワークを経由してデバイスからデータを送っているわけです。またこれらの侵害のインパクトというのは
ますます大きくなっています。データの密度、そしてアクセスコントロール、そういったシステムの中に侵害する人へのアクセスが容易になっています。そしてビジネスが成長し、また変化する上で大きなリスクも一方で考えなければいけません。AWS がエンドユーザーコンピューティングを見て、どのようにクラウドの価値をエンドユーザーコンピューティングに提供するかを考えたとき、いろんな管理者、エンドユーザーとお話ししました。エンドユーザーコンピューティングにデスクトップではなく、エンドユーザーコンピューティングに何を求めるのかということです。そしてこの2つのグループ間で、いわゆる緊張状態というのがあります。管理者に話をしますと、非常に生産性の高いコンピューティング環境を社内の顧客向けに提供したい、しかしセキュアな方法でしたいと言います。つまりアプリあるいはデータに攻撃を許すことなくアクセスさせたいということです。かつコスト構造を下げたいと言います。管理者は機能、つまりユーザーが欲しい機能と、そしてまたビジネスに対しての機能を提供するためのコストのトレードオフを求めています。また管理を簡単にしたいと言います。つまりユーザーをスケールアップしたい。ユーザーの数、そしてケイパビリティ、パワーを時間とともにスケールアップしたいと言います。かつより多くのコストをかけることなく、管理の負荷を高めることなくということです。つまりアジリティというのが管理者の動機の一つです。ビジネスが変化したとしたら、エンドユーザーコンピューティングソリューションがそれをついていくのを待つことはできないわけです。それも迅速にビジネスを素早く展開させる、そして IT がそれを阻んではならないということです。一方ユーザー全く違うストーリーを持っています。あまりコストについては心配しません。セキュリティについてもそれほど懸念していません。ユーザーは瞬時にサービスにアクセスしたい、アプリケーションデータにアクセスしたいと考えます。そのアプリケーションデータを使ってどこにいてもどのデバイスからでもお仕事をしたいと思います。自分たちのデバイス、会社から提供されたデバイス、あるいは飛行機、自宅、オフィスの中でも同じ質の高いエクスペリエンスを享受したいと言います。エンドユーザーは自分たちの仕事を終わらせたいわけです。生産性が高い仕事をしたいわけです。管理者の目標も同じです。しかし制約が異なっているわけです。その目標を達成するための制約事項が異なるわけです。業界は長年にたってこれらの緊張状態を解決する上でバーチャルデスクトップ EDI を一つの鍵と考えてきました。 EDI すなわちデスクトップ、あるいはサーバー上でアウトプットをデスクトップからクライアントデバイスにストリーミングするということです。つまりビデオイメージのようなものです。デスクトップのビデオイメージでマウス、キーボードとインタラクトする、つまり他の周辺機器とインタラクションするということです。これはデスクトップをあたかもサーバーであるかのように管理できることになります。セキュリティをコントロールし、またデータを統合するということです。一つのアプリケーション環境をターゲットするわけです。一方お客様は BDI を展開するといろんな課題があることが分かりました。より複雑化し、そして思ったよりも高価になってしまいます。まず初期投資が高いということです。バーチャルデスクトップのインフラを展開したいというとき、サーバーが必要です。デスクトップを動かすためのサーバーが必要です。ディスクがストレージ、ユーザーデータのストレージアプリケーションに必要です。ネットワーキングインフラが必要です。デスクトップに遠隔地からでもアクセスできるようにするためです。つまりデータセンターを構築する必要があります。これらを載せるための場所が必要です。そのコストは比較的高い。特に大企業のグローバルな会社でユーザーコミュニティが世界中に分散している場合は高いと言えます。同時にそういったソリューションはリードタイムが長い傾向があります。ハードウェアを調達するとき、ハードウェアを注文する必要があります。出荷し、そしてそれを楽にして設置し、設定を行う、セットアップをする必要があります。ライセンス、 BDI ソリューションのライセンスの管理が必要です。時間がかかり、そしてまた柔軟性、アジリティが下がります。意思決定に長いリードタイムが阻害要因となります。特別なリソース、つまり誰かがある領域の専門家として、例えばユーザーをバーチャルディスクアレイに追加しすぎたらどうなるのか、つまりオーバーサブスクライブした時
課題があり、そしてアクセス、データのアクセスの複層状況があるわけです。それをどうやって回避するかという知識が必要です。特別なリソース、適材適所で、どのようにそういった問題に解決していくかということを考える必要があります。そしてまたスケールアップダウンが困難であります。例えば何千あるいは1500、200人のユーザーによってスケールソリューションを買う、より多くのハードウェアを買う、あるいは人々を採用するといったスケーリングの意思決定は難しいと言えます。ということで自問自答するわけです。クラウド VDI、 クラウド VDI が一体これをどう解決してくれるんでしょうか。つまりこれまでとはバーチャルデスクトップのストラクチャーとこのクラウドの VDI はどう違うんでしょうか。まず最初は長期的なコミットがいりません。例えば VDI のソリューションを買おうと考えますと、通常はまあ複数年の契約が必要です。非常に長い調達のプロセスが始まります。で、非常に大規模なそのロールアウトの意思決定をしていかなくてはなりません。そしてまた、まあ、初期投資が必要ありません。巨額の初期投資は必要ないということになります。VDI の場合にはかなり、まあ、その最初に投資をしなきゃいけないわけです。まあ、例えば1年、2年、3年でどれだけのユーザー、どれだけのシートが必要になりそうかということを考えて初期投資をする必要があります。最終的にはそれまで必要じゃないかもしれないけれども、少なくとも最初はある程度の人数を想定してそのコストを引き当てておく必要があります。そしてまたディプロイメントまでの時間というのもあります。皆さんが新しいワークスペース、スペースを新しいオフィス、ユーザーあるいは部門で必要だというふうに考えますと、これ何分で実際にはもう提供できるようになります。何ヶ月待つ必要はありません。そしてもちろん使った分だけの課金となります。ということで、まあ使っていないシートの分については課金されません。重量課金です。ですので他の AWS のサービスと同じです。でそれだけの柔軟性があってスケールアップダウンが皆さんのニーズに合わせて、行うことができますし、コストはそれに伴っていきます。そしてもちろん必要な分だけスケールします。例えば1000、2000、1万という形でユーザーが増えると、やっぱりちゃんとした IT がないからということで制約を受けるべきではないと思います。我々はちゃんと皆さんのビジネスの成長もサポートできるような体制にしております。そして、低いコストということになります。重量課金ですので、ここにやっぱり皆さんのコスト構造を最適化するというチャンスが生まれます。クラウドによって皆さんちゃんと適切なその方向性、とにかく自分が持っているインフラ、まあ、皆さんが所有するインフラに縛られないという、そういったところもメリットとしてあります。そしてもちろん継続的なイノベーションというメリットも享受できます。ラップトあるいは VDI を自分で買った場合にはやっぱり特定のプラットフォームに数か年はどうしても囲い込まれるということだと思います。そうするとやはり、まあ、3年5年という形で減価償却しますので、そこを買っちゃうとその数年間はやはり、縛られてしまうわけです。これから4年間はもうそのインフラを使わざるを得ない。しかしながら我々は常にエボリューションあるいはイノベーションを続けております。皆さんがちゃんとその使えるような形で皆さんの社員の方の生産性を必ず担保します。我々そのためにアマゾンワークスペースをローンチいたしました。実は2013年にローンチをしております。ここでの目標としてはシンプルで柔軟な、そして学習性の高いエンドユーザー環境というのをクラウドで提供しようというところを目標にしております。皆さんに生産性高く、そしてクラウドの価値提案というのを VDI の中にも取り込んでいただけるように設計をいたしました。 Amazon ワークスペースですけれども、まあ、非常に広範なスイート群で実際には構成されております。お客様に提供する AWS の中でも最も広範なスイート群となっております。アップストリームというのがその中にもあります。これは個々のアプリケーションをブラウザー経由で使えます。アプリケーションに今つなげてブラウザーからあらゆるデバイスからつなげることができます。そして Amazon チャイムですけれども、ユニファイドコミュニケーションです。まあフィーチャーとかあるいはその機能というのをもうワールドクラス、非常にまあその素晴らしいマーケットプレスから使っていただけます。そしてワークドックス、これはドキュメントのコラボレーションのソリューションです。そしてドキュメントの編集のソリューションです。そしてワークメール、これはメール
あるいはメールのアクセス、そしてメールの、まあ、配信というところでの代替ソリューションとなり得ます。ではここでコアとなる価値について見ていきたいと思います。どんな価値が提供できるんでしょうか。まず最初ですけれども、重量課金モデルになっています。我々の目標の一つとして、やはり確実に皆さんがワークスペースをローンチするときには、皆さんに課金されるのは必要な時だけ、皆さんがそれを必要なくなればそこで、しっかり、その課金はやめます。ですのでコストも変わってくるわけです。そして容易な構築と管理というところもメリットにあります。例えば AWS のコンソールを API を通じて管理者の方は使っていただけます。まあ、管理デスクトップの管理というのがシンプル化されます。クラウドのサーバーの管理が進化シンプル化になったのと同じ形です。そしてセキュリティも担保しています。例えばデータのストリーミングをワークスペースから、例えばディスク、あるいはそこのためにデータを格納すると、すべてが暗号化されております。常に、まあ、クラウドで、そしてまたその皆さんがデータを、まあ、格納すると決めたリージョンの中にとどまるということになります。そしてもちろんセキュリティモデルというのはこれまでとは必ずかなり違います。ラップトップかタブレットとは違います。皆さんのデータとかアプリケーションデバイス上にあるもの、これはクラウド外ということになりますと、まあ、皆さんのビジネスから離れて、もしかしたら場合によっては悪意のあるエージェントにその攻撃されてしまうかもしれません。しかし私たちセキュリティもっと強いものをしっかりと実装しております。そしてもちろんパフォーマンスです。まあ、一つ Amazon のワークスペースというのは他の VDI のソリューションと違うところがあります。全てのユーザーが完全なるバーチャルマシンを享受できるということなんです。リソースの制約はありません。すべてのユーザーは CPU、RAM、ディスク、そしてネットワークもとにかく一貫したものを提供します。バーチャルデスクトップですと、これまで問題があったのはやはりどうしても集中するところがコストを削減する、それをユーザーに提供するハードを制約することによって、例えばディスクの NAS ソリューションだったり、あるいはそのサーバーの環境だったり、ここでまあそのシステムが稼働するわけですけれども、我々そこの部分については撤廃しております。フル VM を提供しますということで、これは素晴らしく一貫性があるわけです。まあ、その1人だろうが、まあ、1万人のユーザーであろうが、非常に高い質の、そして常に一貫したユーザー体験ができるということが担保されるようになります。少し、まあ、そのコアの価値提案についてお話をしてきました。ここでまた少しさっきお話もしたんですけれども、まあ、ロジスティックスの部分、インフラの管理、非常に複雑になっています。これをオンプレミスでやろうとすると、まあ、例えばラップトップの管理、あるいは VDI であれ、とにかく、まあ、そのマシンを買わなきゃいけないわけです。まあ、それを単純にコンソールからローンチするということと比べますと、非常にそのプロセスが煩雑化します。ですのでそこの部分での痛みというのが非常に軽減されます。そしてまたディスクということに関してもかなり違ってきます。 Amazon のワークスペースですが EBS 上に構築します。 EBS というのはエラスティックブロックストアです。つまりユーザーデータあるいはオペレーティングシステムをディスクに、まあ、格納するわけですけれども、そのやり方として非常に高い可用性、そして非常に高いパフォーマンスを提供します。そしてそれが刑事的にちゃんと一貫性を保っています。これはやはりその自分自身の算とか NAS の構成とはかなり違うと思います。まあ、皆さんやはりそれをローンチすれば、とにかくそこをずっとメリットを享受できる、もう一回インプリする必要がありません。そして Amazon Web サービスというのは基本的にグローバルネットワークをベースにしております。皆さんリージョンは本当に世界中にあります。非常にまあ強力なネットワークのマシンというのをあらゆるタイミングで提供できます。近いワークスペースにアクセスができるということなんです。遅延というのは非常にそのデスクトップに関しては重要だと思います。グローバルなネットワークインフラを持っているということが非常にパワフルだと思います。そして我々としては、まあ、その全体の監視の機能というのがあります。 AWS の中にあります。ですのでワークスペースを使いますと、まあ、言ってみればマネージドサーバーみたいな形で使えるわけです。デスクトップではなくて、まあ、オフラインで使っていたのとは違います。も
う一つ我々がまあローンチするにあたってはワークスペースは通常のデスクトップを同じ形にしたいと思いました。ルック&フィールも通常 の、 まあそのマシンと同じような形にしたいというふうに思いました。エンドユーザーから見ますと例えばアプリケーションを同じ形でインストールすることができます。まあ、どこで使おうがルック&フィールは同じです。しかし管理者の観点からも特にもうツールを変える必要もない、皆さんの Windows のデスクトップを管理するのにツールを変える必要ないということも重視しました。ですので常に皆さんのマイクロソフトのアクティブディレクトリー、例えばもうアクティブディレクトリーのまあログインでそのクレデンシャル情報を使ってログインすることができます。ですのでデスクトップの管理の仕方というのも特に変わるわけではありません。他にもインターネットへのアクセスがあります。すなわち BPC を直接コーポレートネットワークに接続可能だということです。アプリケーション必要なデータ、コーポレート環境のデータにどこにいてもアクセスできるということです。企業の環境の中であればアクセスできます。つまりデスクトップ、ローカルにオフィスの中で動いているデスクトップへのアクセスと同じということです。 NFA レディエス対応のオーセンティケーションのメカニズム、多要素認証ができます。レディエスを例えば VPN のアクセスに使っているのであれば VPN に対して VPN スタイルの接続性をワークスペースのクライアントからも可能だということです。もうすでにワークスペース管理のツール、例えばマイクロソフトシステムセンターを使っているのであればこれもフルに機能します。システムセンターをすでに使っている、グリッポリシーをすでに使っているのであればそれはすべて Amazon ワークスペースにも同じようにオンプレミスのソリューションと同じように適用されるということです。オンデマンドの価格について触れましたけれども、つまり重量性であるという話をしましたけれども、2つのプライシングモデルの方法があります。1つは月額です。 Amazon ワークスペースを1ヶ月シングルユーザーでローンチし、そして一貫した金額を毎月ユーザーの数に応じて払うということです。ワークスペースは常に動いています。接続するとき高速の接続です。アプリデータがもうすでにでき素早くアクセスできるわけです。そしてまたアワリというワークスペースもあります。時間あたりのワークスペースというのはユーザーエクスペリエンスの品質は同じです。しかしそれを少し使ってハイバネートします。つまりワークスペースがストップするわけです。そこで1時間あたりの料金は課金されなくなります。次にユーザーがワークスペースにつながったときハイバネーションから起きて数秒で起きて、そしてアプリとデータが前に残ったままで出てくるわけです。同じアプリ、同じセッション環境、つまりネットワークスペースを使っているのをやめた時と同じ状態があるわけです。これはお客様にかなり大きなセービングとなります。ワークスペースをフルタイムで使っていないユーザーにとっては節約になります。これまでイノベーションのスピードを Amazon ワークスペースにおいてスピードアップしたいと言いました。ワークスペースにオンボーディングするときに単にある特定のバンドル、あるいはハードウェアタイプあるその時点でということだけではありません。それは静止的なものです。我々は進化、つまりいろんな機能ケーパビリティがどんどん増えてくることを望んでいます。これらの機能はお客様からのフィードバックを常に得て製品に何を求めているのかを伺い、90% がお客様、皆様のようなお客様からのご要望でロードマップを進化させています。ここにある大きな発表ですけれども、2013年にローンチしてから新しいクライアントタイプ Chromebook、 新しい OS Windows 10、 新しいリージョン、日本でのローンチなど発表してまいりました。また新商品のカテゴリー、例えばアワリーワークスペース、新しいグラフィックのワークスペースなど、バンドルなども新しいものを出してきました。でこれらの進化のものとしてバンドルというのがあります。2013年に Amazon ワークスペースをローンチしたときにスタンダードバンドルということで、バンドルには1つの BCPU、 そして 3.7GB の RAM、 そしてスピニングメディアが60ギガでありました。全く同じインスタンスタイプを今見てますと、2つの BCPU、 つまり4ギガの RAM、 そして6のRAM、 そしてまた80ギグの
ディスク、そしてスピニングメディアから SSD に切り替わりました。これら全てが全く同じ料金です。つまり継続的に新しい機能、ハードウェアの機能をベネフィットとして利用し、エンドユーザーとしては追加コストもかからないということです。物理的なアセット、ラップトップ、VDI サーバーなど関東は全く違います。これらのイノベーションのペースについていくということで、本日 Amazon Workspace フリーティアを発表させていただくことを大変ワクワクしております。このフリーティア、 Workspace フリーティアというのは Amazon Workspace を2ヶ月間使えるというものです。そして40時間の利用が毎月無償です。これがスタンダードのワークスペースで、先ほど申し上げた2つの BCPU、 そして SSD の、そしてまた Windows 7あるいは Windows 10が OS となります。さらに aws.amazon.workspace に行ってフリーティアについて学んでいただければと思います。そしてこのチャンスがあれば、この無料利用枠フリーティアについて見ていただければと思います。では Amazon Workspace を使って何をしているんでしょうか。その利用例ですけれども、いろんなユースケースがあります。ほとんどデスクトップあるいはラップトップを使う場合に考えるユースケースと同じです。ただ他にもいくつかハイライトしたユースケースがあります。企業の変化、つまり組織が進化し、より多くのモバイルのユースケース、あるいはモバイルワーカーをサポートするという動きがあります。つまり自宅で働いたり、あるいはいろんな組織体制をコンサルティンシーですとか、あるいはその他の例えば社員の働き方などに対応するという進化があります。これまでとは違うモデルです。もう一つ大きなのがセキュリティです。セキュリティ側では大きな変化があります。つまり人々はデータを自分たちの会社、そしてアプリで物理デバイスに置くということ、そして毎日毎日それが外に向かって出ていくというのは、データプロテクションにとっては良くないということを認識し始めたわけです。コンプライアンス、そしてまたセキュリティの理由から、データをクラウドの中に置いて、そしてコントロールされた形で誰がアクセスするのかを切り分けるということ、つまりセキュリティのを取り巻く環境というのはこれまでと全く変わっているわけです。ではいくつかの事例について少しお話ししたいと思います。お客様事例ということで、 Amazon Workspace を使いいただいている公のケーススタディがウェブサイトに載っております。まず最初にお話ししたいデザイン、エンデモルシャインネダランドという会社です。ビデオ制作の会社です。テレビ番組を制作している会社です。世界中で放送されている番組です。この会社のテレビ番組を作るモデルというのは、いろんな拠点に制作会社を置きます。その制作会社というのは、かなりスタートしたりシャットダウンが頻繁に行われます。つまり IT インフラを、あるいはデスクトップ、ラップトップを、アプリケーションのアクセスを、それらの異なる拠点に短い期間で使えるようにしなければいけません。撮影が終わったら全部それをオフにするわけです。そしてラップトップをリカバーして、もう一度戻ってしてもらう必要があります。しかし Amazon Workspace であれば簡単にできます。ローカルの制作会社がワークスペースへのアクセスをし、そしてリモートにアクセスをし、そしてアプリあるいはデータにアクセスできることによって生産性を高めることができます。でも次にヤマハについてお話をしたいと思います。ヤマハ様というのは従来の VDI ということで、 VDI のインフラを作り、そしていわゆるコアのコンセプト、 VDI のインフラをする価値というのを生み出しました。つまり山本様はデスクトップにリモートでアクセスをしました。しかしそれにはかなりコストがかかっていました。特にサイクルコスト、つまりかなり大きなアップグレード、頻繁にライセンスあるいはハードウェアを買うたびに、あるいはそれらを変化するための公開の仕事が大変でした。 Amazon Workspace によってそれらをマネージするという負担がなくなりました。そしてイノベーションを継続的に行い、時間お金を BDI の管理にかけることなく、それらのリソースを自分たちのイノベーションにかけることができるようになりました。例
ということで次に非常にエキサイティブなデモ、新しいクライアントタイプのデモをデイブ・マユの方から見せてほしいと思います。 Thanks, Nathan. So, we're really...非常にかっこいいデモンストレーションを今日はご用意してきました。最近サムソンのデックスのプラットフォームとの統合を発表しております。今日のデモンストレーションですけれども、サムソンギャラクシー S8 プラスを使っていきます。 S8 プラスを使っていきます。ユーザーのフレキシビリティについては先ほど話がありました。お客様に対して、どこからでもどんなデバイスからでも仕事ができるようにするということを目標としております。例えば5台6台いろんなデバイスを持っていらっしゃると思いますけれども、私3あるいは4つぐらいのデバイス私持っております。ということで、全てを一つのデバイスに集約できたらどうでしょうか。例えばこれがギャラクシーの S8 なんですけれども、私の、モバイルだけではなくてチャットもこれで行いします。ですからコーポレートのメッセージあるいはここからどうやって E メールにアクセスできるのか、コーポレートのアプリケーション、つまり企業のアプリケーションには私たちこれまではアクセスできませんでした。セキュリティを心配したためです。ワークスペースによって何ができるかというと、本当にセキュアなコンテナを実際デスクトップでデスクトップアプリケーションにも提供します。それからデータに対してもです。簡単なデモをお見せしてしまいます。ドックにこれちょっと入れまして、ライブデモですね。はい、これもちろん練習しております。はい、大丈夫です。ちょっとこちらの方に切り替えていきたいと思います。はい、大丈夫ですかね。ということで、まずAmazonのワークスペースにサインインしていきます。デスクトップの経験、Galaxy S8 なんですが、まず Android のアプリケーションはもちろん生産性のために使ってらっしゃる方いらっしゃると思います。さらにプロダクティビティのアプリケーション、社内で作ったものというのがあるかもしれませんし、あるいはその他のベンダーのを使ってらっしゃるかもしれません。これをワークスペースを使って、いろんな形で行き来することができるようにしております。まず最初サインインしていきます。はい、非常にセキュアなユーザー名、すいません、パスワードまさに皆さん見えてしまうんですけれども、素晴らしくセキュリティの高い、すいません、セキュリティがちゃんとプラットフォームで機能しているということが分かると思います。先ほど、AD のインテグレーションの話がありましたけれども、まさにそこが機能したということだと言えます。こちらサインインできました。認証、そしてその接続すべて、平文ではなくて暗号化になっております。デバイスは何も格納しておりません。ですのでアプリケーションとデータはすべて、デバイスにストリーミングされております。そしてまた AWS クラウドの方に戻るわけです。では、大きな画面にしていきましょう。これ非常に経験としてはいいと思います。グラフィックス、まさにこの日本ということで、いくつかアプリケーションを開けてみて皆さんにお見せしていきましょう。パワーポイントのスライドも見せていきます。このプラットフォームがいいのは、もう本当にオフィスで、例えばそれを閉じてお家で帰ってお家でまた開ければ、まさに私がその会社で使っていたアプリケーションのところから始められるということなんです。ですから例えばオフィスを行き来するような場合も同じです。そしてまたもう一つネイスンの話なんですけども、これ私、まさに Google トランスレートを使って日本語にしてみました。はい、非常にネイさんいいですよね。ネイさんの部屋は立派だなということで、もしかしたら、デスクトップという観点からそんなにエキスタイティングないかもしれませんけれども、デスクトップの管理者の立場としては非常にこれは素晴らしいと思います。とにかくアプリケーションがちゃんと効果的に走っているということ、そのものがプラットフォームの価値なんです。それをどのデバイスからもアクセスできるということがパワフルです。デバイスの間を行き来できる、そしてまた一つの修練したデバイスで皆さんの仕事ができるということ、これがこの我々のサービスの醍醐味だと思っております。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。もし皆さんこのデバイス見たい、もっと近くで見たいということであれば、ぜひ私たちのブースまでお越しください。 Amazon ビジネスアプリケーションのブースを用意しております。ショーフロアにぜひいらしてください。実際にはデモンストレーション見せしておりますので、ぜひお手に取ってご覧いただきたいと思います。では本当にありがとうございました。ぜひ無料
利用枠というのがありますので、ぜひ皆さんお使いいただいてフィードバックをください。ありがとうございました。Thank you very much, Mr. Thomas.